ヒークスなんですけど、人気がですね、またアップしました。ということで、PCX を乗ってなくて CD なんですけど、なんですけど、燃費がですね、またアップしました。ということで、PCX を乗ってなくって CB なんですけど、去年ですね、私の記録といいますか、53.4kmというのがですね、私の最高の高燃費ということで、53.4 出ました。で、今年ですね、ほぼ1キロ上がってですね、54.3 になりました。ちょっとがびっくりですね。やっぱりこれ気温が高いせいなんですかね、わかんないですけどね。特にね、何かをしたということもなくですね、普通に走ってただけなんですけど、燃費がですね向上したということで、ちょっとね、CB とか CBR と違って、PCX はですねコミュニティで使ってるんで、やっぱり燃費がですね、いいに越したこともないというか、もともと燃費に期待もしてた、スクーターなので、なかなか良かったなーってちょっと思ってましてね、さらに、燃費が伸びるのかなと思いつつですね、今日この頃のこのクソ暑い日、今日も暑くてですね、もう出るの嫌やなと思ってたんですけど、家にいる方が、暑いということで、うちの部屋がね、だいたいね、部屋の中が38とかね、39とかね、エアコンつけないと、そんな感じ、クーラーつけないと、そんな感じですね。それで、ちょっとね、ぶらっと、こう走ってるとね、風が当たるので、やっぱり暑さがちょっとマシといいますか、本当ね、山の中とかね、海辺とか行きたいんですけど、ちょっとね、ちょっとなかなか時間がね取れなくて、ちょっとした時間に、出て行ってます。ございました。さらなる燃費向上をですね、期待したいなと思ってます。はい。